どうもしばいです。ヨカウチ前回の続きからやっていきたいと思います。とりあえず友達妖怪をね、あと3匹ですかね、捕まえに行きたいと思います。行くぜ!ついてこい、ウィスパー。てってけてん。ヒカルくん、ちょっと待ってください。何?これから妖怪たちとバトルになりますので、ぜひこれを持って行ってください。梅おにぎりゲットだぜ!よーし。足りない分はコンビニでも調達できます。備えあれば憂いなしです、ウィス。ほう、手に入れたアイテムはメニューの持ち物で確認できますと。了解。OK。桜町には数多くのお店があり、お店によって扱っているものが違います。例えば、圧巻ベーカリーではいろんなパンが買えますし、よろずマートでは買い物だけではなく、いらないものを売ることができます。友達にしたい妖怪の好きな食べ物はお店で買って用意しておきましょう。行くか出陣ん?なんかレーザー反応しとるぞ。お、レーザー反応しとる。ん?あ、違う。お、なんかある。なんかある。あ、なんかある。あった!来たー!お、車の中におるぞ、こいつ。どこだ?おっと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 。なにこいつ、なにこいつ、なに。なにこいつ。あ、逃げる逃げる。あー、ゲットした!なにこいつ。あ、だるま?だるま親父?だるだるま。ほう。だるだるま襲いかかってきた。親父来たか。親父!てん、意外がぐりの誰だるま。てん、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 てん。戦おうとするか。よし、行くぜ!技出さんかい!よし、行け!撃て!あ、撃て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 、よっしゃ、行け!チャージ完了!必殺技、徒歩炎法。ズドン!オッケー!徒歩法。腕、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 腕。オッケー、溜まった。エジやばいけど、負けそうなんやけど。ミンミンギリ、ミンミンダハ。よっしゃ、いけ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 。お、全体攻撃だよ、これ。めっちゃ強いやん。え、ミンミン勢めっちゃ強いやん、こいつ。チュトロさん強い、こいつ。やるやん、チュトロ。経験値6。あー、少ねえ、経験値。結構レベル上がりにくいんかな、これ。あんな強い敵倒してもレベル上がらんとか。倒しただるま、だるまが近づいてきた。あー、だるかったー。でもお前のことは気に入ったぞ。だるだるまと友達になりますか?はい。オッケー。ニックネームつけますかと。オッケー。もちろんニックネームつけますよ、これ。カタカナにしようかな、じゃあ。もう、ダルと来ればね、僕はもうね、ストリートファイター世代なんで、ダル趣味しか思い浮かばないんですよね。もちろんだ!ダルダルマをダルシムと呼ぶことにした。ダルシム。ダルシムの情報を妖怪大辞典に登録したと。フラン!ダルダルマの妖怪ミダルを手に入れた。ダルシムの妖怪ミダルをそのまま持っていくことにした。オッケー。チャンチャカチャンチャンチャンチャカチャンチャン。自由気ままに戦う妖怪たちですが、実は4つの戦法を使い分けています。ああ、そうなんや。攻撃、妖術、ガード、取り付くの4つです。しかし、たまーに喋ることもありますが、そこは許してやってください、ウィス。オッケー。よし、じゃあ2匹目集めるか。あ、センサー触れとる。お、おるおるおるぞ。こっちかな?ん?いるぞ、いるぞ。あ、ここや、おる。お、気配すると妖怪の。あ、また同じやつおるやん。まただるまやん、こいつ。もう、いらんねんけど、だるま。だるまばっかいらんねんけど、まあ、レベル上げになるんで、戦いましょう。見つけた。襲いかかってきた。これ襲いかかってこないパターンもあるんですかね、もしかしたら。ほいーん。あ、ジミー。誰こいつ。敵と上手に戦う方法。それは、みんなで一匹の敵を集中攻撃です。なるほど。狙うで敵の妖怪に目印となるピンを刺しましょう。ピンがうまく命中すると、味方の妖怪が集中攻撃をしてくれますと。まあ、今は技ばっか使ってた方が強いと思うんで、技使います、どんどん。わざオッケー行け。まずい!だるま攻撃!おら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 !ダルシムいったらんかい!チャージ完了。いっけい!ぶっ飛び頭突き!よっしゃー!あ、強い一体に攻撃?お、なに小石の術使ったいきなり。とほほやって。やばい、死にそう死にそう死にそう。助けて。いけ、頑張れ。よっしゃ、倒せ。取り付く。あ、ミスった。
地味な一発。おお、やばい。やばいやばい。やばいよ。どうしようもできん。でも、わざ使われへん。きつい。たっ、うわー、ぶー倒した。敵結構強ないか、これ、普通に。わざ溜まってなかったらめっちゃしんどいんやけど。お、レベルアップした。めっちゃ上がった、能力。お、身代わり人形。なんかよくわからんけど、まあ、ええわ。お誰誰もじゃなくて、ジミー仲間入った。ラッキー。拙者、陰ながらお主を見守りたいでござる。もちろんなりますよ、これ。やったジミー。はい。オッケー、ジミーゲットした。やった。こいつでもかっこいいな、忍者やから。こいつはでも結構ちょっと使いたいかも。ダルダルマより俺は使いたいな。ダルダルマあいつ単発攻撃だったんで、ボス戦はいいと思うんですけどね。でも、雑魚戦の時にはちょっとしんどそうですね、単体は。よし、オッケー、決定、これで。もちろんでーす。ジミー大西ということにした。もうジミーと比べばジミー大西しか思い浮かばんかったからな。お、モンスターナンバー12番。オッケー。持っていくことにした。やった。ふぅ、ちょっと体力回復ってやばいな。お、キュッピーで休憩しよう。バトルに疲れた妖怪たちを休ませるときは、キュッピーを利用しましょう。ほう、誰こいつキュッピーって。キュッピーはヨロズマートの店内やダンジョン内にひっそり立っています。あー、中継ポイントみたいなもんか。見かけたらキュッピーの力で妖怪の HP を全回復してもらいましょう。で、妖怪見たら入れ替えもここでできると。あー、そうなんや。あ、日記もつけれる。あ、セーブできるやん、ここで。あ、大事やな、このキュッピー。キュッピーこれ大事っすな。キュッピーじゃ行くか。あ、あった。キュッピーマップに乗っとるやん。ほら、行くぜー。あー、光りそう。やべ。やばいやばい。ふふふふふ。キュッピー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 。キュッピーオッケー、ゴー。あ、おる。普通におる。キュッピー。キュッピーピー。めっちゃやん。休憩キュッピーノーキュッピー行きます、キュッピー。よし、行こうか。キュッピー行こうぜ。あと行った。指針触れとるぞ。あ、逆や逆、こっちか。あ、ここおるな。あ、バスの中かな。ここっぽいな。これや。あれ。よし、ここや。妖怪の気配がするぞ。あ、まただるまや。あ、気づいてない。逃げるの遅い、こいつ。まただるまかいらんねんけども、だるまとジミーは。誰か違うやつ来い。だるだるまを見つけた。もちろん襲いかかってきますよね。襲いかかってきた。ほわいーん。あ、またジミーとこいつら？何これ、メンバーサークルをスライドして回すと、敵と戦う妖怪を変更できます。え、そうなんや。あ、マジで？敵や味方の状況をよく見て、その状況だったら3匹を選びましょう。あ、そんなんできるんや。すぐよ、交代できるんや。どうやって回すんや。あ、すげえすげえすげえ。お、あ、しかも結構簡単に回るぞ。ちょっとジミー使ってみ、やめえか。お、技出せる。こいつの技強いんですよね。トホホの技がね。あれ技できん。よぽぽーい。よっしゃ。こいつの全体攻撃結構強いんですよ。いったらんかい。ふふふい。トホホのほう。トホホー。よし。チトロさんいったらいい。いったらんかい。やばい、死ぬ。負ける。負けにはいかん。みんみんだ。またつまらんものを切ってしまった。オーケー。お、レベルアップするんちゃう？これ。きたー、レベルアップきた。しかもパーティーが増えても経験値変わらないみたいですね、これ。うん、それは熱いな。カップラーメン。お、ラーメンとか結構ええんちゃう？普通に。美味しいから妖怪も喜ぶと思う、多分、ラーメン。え、またおるんやけど。何匹ここおんねん。でもここのやつも倒しても意味ないから別に。もっと違うやつ欲しいな、なんかどっか。まあええか、こう倒すかも一回、ここのやつ。誰もいないからおるかもしれんしな。あ、おった。お！ジミーや、こいつ、この後ろ姿。くそ、ジミーいらんねんって別に。誰もとジミーがないんか、おらへんのか。来やがったか、この野郎。誰か来い、違うやつ。まあ、ジミーばっかり。
ジミーに多すぎる。オッケー、技行こう。なぞる。なぞる。なぞる。オッケー。チャージ完了。いったらんかい。よっしゃ。ミンミンダハ。でで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 。これめっちゃ強いよな。あ、一撃。チュトロめっちゃ強いやん。さすが最初の妖怪だけあるわ、これ。明らかエースやで、こいつ、今。よし。オッケー。エースアタッカーや。完全に。普通に強い。お、なんか来たぞ。なんかあるぞ。この辺、この辺、この辺。ん？なんかあるぞ。この辺に。これか。また車の中か、これ。あ、ジミーやん。これやめとこ。ジミーいらんねん、もう。そろそろ違うやつ欲しいんやな、俺。ジミーじゃないやつ。お、なんかおるぞ。あ、これか。木や。木におる。どこだ？ん？おった。あ、イガイガグリア。よし。こいつ前出てきましたね、敵で。イガイガグリ。イェーイ。襲いかかってきた。てん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 。まあ全体攻撃でいけるでしょう。よし。回せ！これ一番簡単。回せ回せ回せ。いい。ほい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 。ほい、来た。ダハ。ほわーん。とほほのほー。いやー、やっぱ全体攻撃いいっすね。ダル。ダルシムがダルって言ったんやけど。いや、俺がダルいわ、そんな言われたら。え、めっちゃ強いね、敵の攻撃。いけ、倒せ。倒してくれ。お、なんか回収しとる。あ、あれでまた出せるようになるんか。回収しまくったら。いけ。よっしゃ。倒したー。あー、危ない危ない。結構敵が強いからな、普通に。お、来ました。これで一応5体揃えましたね、メンバー。友達になろうか。断ったら喉イガイガさせるよ。なりますか。もちろんだ。イガイガグリ。お、イガイガグリ。これ、とんがりやんけ、声。イガイガグリ。とんがりっぽくないか、これ、めっちゃ声が。イガイガグリの名前はもちろんとんがりでしょ、これも。よし。イガイガグリ決定。オッケー。でもこいつ弱そう、めっちゃ。お、6、ナンバー6にイガイガグリ。よっしゃ。ででで。と、大妖怪メダルも集まってきましたね。しかしどんよりにと戦うとなると、もっと強い妖怪がいてほしいですね。うむむ、とても強い妖怪を感じました。あ、これがジバニャンや、絶対。これはかなり強い妖怪が期待できそうです。その場所は神社。え、魚屋さんの近く？あ、猫やからか。なるほど。ウィス。え、妖怪の種族とは？妖怪は8種類の種族に分類されます。種族によって得意なことが違います。あ、ニョロロン、勇まし、不思議、不気味。なんか水とかじゃないやな。変わっとるな。ほう。オッケー。とりあえず、HP がヤバミーやから、ヤバミーというかヤバいから、手持ちちょっと入れ替えようかな。こいついらんわ、こいつ。入れ替えで、え、あ、キュッピーじゃん、入れ替えるな、ここ。なるほど。あ、装備とかある。あ、装備頻度はつけれるんや、これ。あ、そうなんや。あ、なんかあった。切りつける妖術、トム仕方の技。必殺は地味な一発、威力80。はぁ、ぶっつき続き。17×5。あ、これ強いわ、めっちゃ必殺技。あ、見れるやん、こんなとこで。威力30。弱っ。とほほの方、弱いな。これ強いな、めっちゃ。ビビりながらも。単体攻撃より絶対全体攻撃の方がいいからな。こいつは？意外が落とし。あかん、弱い。これ強いな、めっちゃ。威力的には。で、しかも、つむじ風の術強いし。
ジミー大西入れてもええかもな。レギュラーに。まあまあ、あ、でも結局ジバニャン来るから、問題ないんか。ジバニャンだけな、まあ、ヒコニャンちゃうな、ジバニャンか。ヒコニャン、ご当地か。ご当地アイドルや、ヒコニャンは。あ、ガード。ブレーキいける。へい、ブレーキ。ちょっとキュピピピピ行きたいから、キュピピピ行こう。どうもキュキュ、キュピピーキュキュキュピよく入れ替えとくか。一応。手持ち。ダルシムより、ジミー大西の方が強いと思うから。え、ちゃう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 。場所入れ替えたわけよ、この場所を。え、場所入れ替えられへんやん、これ。どうやって入れ替えるの、場所。何？キュキュキュピノーキュピ？え、これ入れ替えれるのか、普通にじゃあ。あ、入れ替えれるの、普通に。あ、いけるいけるいける。あ、いけ、入れた、普通に。じゃあ、これでいこうか、じゃあ。よし。まあ、ジミー大西をちょっと今んとこメインで使いたい。一発でかいんで、ボス戦略立ちそうな気がするんで、威力80なんでね。結構強いんで。多分今から、ジバニャンと戦闘になると思うんで、おそらく単体ですよね、ジバニャンは。あ、こっちか。いけーい。いくぜーい。ジバニャン覚悟！めっちゃ遠いやん、ジバニャン。ジバニャーン！あ、めっちゃキューピーおるやん。キューピーめっちゃおるぞ。マップにめっちゃ乗っとるんやけど、いっぱい。あの前に、魚屋さんどこやったっけ？あ、これ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 。あ、おった。おっさん。いらっしゃい、何回か、坊主。最近、ここの交差点で急ブレーキかける車が多くてな。危ねえ、足らないや。坊主も首には気をつけるんだぞ。ビビッときましたよ、ヒカルくん。これこそ、横浜の仕事に違いありません。交差点を念入りに調べてみましょう。あ、あった。ヒカル君、交通ルールは守らなくてダメですよ。ごめんなさい。ルールを守らないといつか罰が当たりますからね。すいません。ん？待ってね。あ、これやん。ゴロゴロゴロ。え、これやろ。にゃおにゃお。にゃおにゃお。え、これじゃない？あ、おった。あ、これやん、やっぱり。やはりこれだったか。ははは、見つけたぜ、ジバニャン。やと思うけど、ジバニャンやろ、絶対。ああ、ジバニャン！ジバニャン！やった。にゃ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 。なんかすごい集中してるよ。すごい気迫ですね。やはりこの妖怪も、この妖怪がものすごく強いのでは？うん。今までの妖怪とは一味違うって感じがする。にゃにゃ、来たにゃん。きゃ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 。まあ、いったこれピカチュウみたいなもんですよね。言ったら妖怪ウォッチの。あー、これなんか見たことある、このシーン。パゴニャン。こいつただのバカなんちゃうかと、多分。パゴニャン言うてもな。これがマスコットキャラクターですかね、妖怪ウォッチの。おそらく。また負けた。また負けたにゃん。びっくり。人間、俺たちが見えるにゃん。そうだ、あんた、エミちゃんを、エミちゃんを知らんかにゃん。エミちゃん、エミちゃんって？そうか、知らんにゃか。俺たちがもう猫だった頃、この交差点でトラックに跳ねられて死んだのにゃ。その時大好きだった俺たちの飼い主、エミちゃんはこう言ったにゃ。トラックに跳ねられるなんて、ダサいと。ゆみちゃんひど、ちょっと見た。いや、車の道に跳ねられて死んだ俺っちが悪いにゃん。だから車を倒せる強い猫になって、ゆみちゃんに会いに行くつもりにゃん。でもいつも跳ねられてばかり、他の妖怪にも馬鹿にされる毎日にゃん。おまけに大事なゆみちゃんの写真もその妖怪たちに取られるし。俺っち本当にダサいにゃん。ヒカルくん、ここは彼のためにゆみちゃんの写真を取り返しましょう。なるほど、これ仲間入るわけやな。うん、そうだね。あのさ、その写真を奪った妖怪ってどこにいるか知ってる？いや、そこの魚の裏にいつも集まってるみたいだけど。ほうほうほう。
死ぬ前のことエミちゃんのこと以外覚えてないにゃん、自分の名前も。でも他の妖怪からはジバクレの猫でジバニャンって呼ばれてるにゃん。あ、ジバニャンってジバクレのジバなんや。あ、そうなんや。ジバコイルとかのジバじゃないんやな。ジバニャンか、わかった。魚屋の裏。ほう。なるほど、行ってやろうじゃないか。と、その前に、じゃあ一旦じゃあ20分来たので、終わりたいと思います。次、ジバニャンを多分仲間できると思うんで、その、魚の裏の妖怪を懲らしめに行きたいと思います。というわけで今回の動画はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。